富山地方鉄道早星線とは、かつて、富山県内郡府中町早星駅と富山地方、鉄道富山機道線新富山停留場停留場、付近の間において、付設を計画されていた富山地方鉄道の未成線である。富山地方鉄道早星線は、富山県内郡府中町早星駅と富山地方、鉄道富山機道線新富山停留場停留場、 付近の間において、付設を計画されていた富山地方鉄道の未成線であり、日産化学工業を中心に、都市的発展を続けてきた早星地区と富山市との間の交通機関として、これを寄給する声に応じて、伊水線の運営者であった越中鉄道時代より、計画が行われていた。1953年12月の軌道付設特許取得以来、 具体的実施計画案策定のための現地測量調査が行われ、1958年8月には工事試行認可申請が提出されたが、経済情勢やモータリゼーションをはじめとする地域交通の構造の変化を受けつつ10年が経過し、1968年6月の軌道不設特許廃止申請によって計画は中断された。 abcdfghijklm e F, G, H, I, J, K, L, M, 富山地方鉄道株式会社編富山地方鉄道50年史、昭和58年3月富山地方鉄道富山県編富山県史資料編セブン近代化昭和57年12月富山県昭和28年運輸省国時代453号10月17日大倉省印刷局 ハット AB 章は29年運輸賞国時代3十号1月29日大倉賞印刷局ハット AB 富山県編富山県史料編8現代昭和55年2月富山県ありがとうございます